今年初かな、今年初ホタルンガーです。あっち、あっち海です。はい、YouTube チャンネル始まるよ。見てね。はい、こんにちは。今日ご紹介する商品はレンジマット北欧柄中国製。今書いてます。縦入んないんで斜めにします。水油汚れに強い。シンクの下の収納場所にも1枚入りです。じゃあ詳細見てましょう。いよいよい車検局新名レンジマット北欧柄中国製。故障方法、故障になる場所の油汚れ、故障になる場所の汚れ、ほこり、水分等をよく取り除いてください。柄面を上にして敷いてください。ハサミ等で必要なサイズにカットしてご使用ください。材質、紙、ポリエチレン、かっこ軟塩コーティング。サイズ約縦55センチ×横70センチです。じゃあ実践見てみましょう。よいよい、車検キュー。ステンレスレンジマット北欧柄中国製使ってみます。後ろ下ですね、開けての、55センチ縦かける横70センチ。ですね、ガスコンロ固定してるんで棚の上でお店ご紹介します。これ折り目4方向に、2箇所浅型深型と折れますんで、これも良いと思います。はい、こんな感じの柄です。いかがでした？綺麗ですよね、北欧柄。 これも良いんで、良い良い。エンディングです。車検局。エンディングです。いかがでした？レンジマット北欧柄中国製。毎回言ってます、すいません。ガスコンロうちの固定されてるんで下に敷くことできないんで、また棚の上にこんな感じだよってお見せしております。セコルも良いんで、よいよい。グッドよかバッドよか、グッドバッドコメントお待ちします。チャンネル登録こちら、いつもありがとうございます。過去の動画こちらやっておきます。よろしくお願いします。じゃ課金課金ダブル、カッコ笑い、こじゃなくしゃくわバイバイ、金額の空気に課金近づいぜ。風コロナに気をつけて、手洗いうがい、あ、手洗いうがい、あのね、あと暑いんで、水分補給して、時間を見てください。シャッキューキュー。